原子、原子、原子という言葉には以下の三つの異なった意味がある。ドイツ語におけるアトモという言葉は元はギリシャ語のタウミュウであり、分割できないものという意味である。物質に分割不可能な最小構成単位が存在するという考えは古代ギリシャの時に遡り、そのような最小構成単位の存在に対する反論も歴史的になされてきた。 古代イギリシャのデモクリトスラは原子論という仮説を唱えた。17世紀フランスのデカルトは哲学の原理において物質の部分はどれほど小さくても延長を持っている以上、C の上ではさらに分割できる。ゆえに原子、冒頭の一番目の意味のは存在しないと主張した。18世紀ドイツのカントは理性は原子に対して合理的な真理を確立し得ないとした。 第2アンチのー近代に入り、現代的な意味での元素、化学元素の概念が確立されると、原子はその最小構成単位を意味するようになり、これが現代的な意味での原子となった。当初は仮想的な存在であった原子は、その後の研究で、その存在が確実視されていくとともに、その原子がさらに内部構造を持つことも明らかになっていった。 現代的な意味での原子は、もはや究極の分割不可能な単位ではなく、あくまで元素、これも、もはや世界の究極の構成要素ではないが、が、元素としての性質を保ち続けることができる限りに、追いの最小単位である。原子という言葉が、その原理と矛盾する、物質の一つの構成単位に割り当てられたので、その後、仮説的な分割不可能な単位という概念を指す、ために、 素粒子という言葉が新たに作りされ用いられている。つまり、かつて原子論と呼ばれる分野で行われていた科学的な実験、推察、考察は、現在では素粒子論と呼ばれる分野において行われている。冒頭定義文の2番目の意味での原子、イコール現代科学における中間構成単位としての原子は、戦術の通り科学元素の最小単位であり、 下部構造として原子核と電子が存在する。原子核と電子は電磁相互作用、空論力によって結びつき、かつ、量子条件に基づく一定の安定した運動エネルギーを持っている。また、原子核はさらに陽子と中性子から構成され、その組み合わせに応じて現在約3000から約6000種類の原子の存在が知られている。ここで原子の科学的性質は、 原子核の電化、イコール陽子の数イコール中性な場合の電子の数によって、ほぼ規定されることが経験的、理論的に知られているため、陽子の数が等しいものは、同じ元素を構成する原子として扱われており、2018年、現在、118種類の元素、原子の発見が国際的に認められている。原子の半径は10センチメートル程度であり、 質量は10から1 0ム程度である。地球上では、原子は、通常、複数の原子が化学結合によって結びついた分子や結晶として存在しているが、気ガスのように1個の原子が単独で存在している場合、単原子分子もあり、宇宙空間のような真空に近い環境下では、気ガス以外の原子も単独で存在している。 日常世界がほぼ古典論による世界であるのに対し、原子、分子レベルでは、量子論が重要になる。すなわち、ミクロスケールナノスケールの世界においても、原子、分子のスケールに至る手前まで我々の直感的な物質感が概ね通用するが、原子、分子レベルの世界では、直感的な物質感はもはや通用しなくなる。また、原子より、大きな世界。 原子核と電子の相互作用を含むが、電磁相互作用と力相互作用に支配されているのに対し、原子核内部などより小さな世界では強い相互作用や弱い相互作用が重要な役割を担っており、原子、原子核のスケールを境として自然を支配する基本上作用の様相が大きく異なっている。20世紀後半以降、 我々に最も馴染みのある原子に関わる事象の一つは原子力だが、これは原子核の分裂、融合によってエネルギーを得るものであり、現在の科学における原子が分割できない普遍の存在ではないことを端的に表している。物質が極めて小さく普遍の粒子から成り立つという仮説、概念は紀元前400年頃の古代イギリシアの哲学者。 レウキッポースやデモクリトスの頃から存在していた。だが、この考えは当時あまり評価されたとは言えず、その後およそ2000年ほど間、大半の人々から忘れ去られていた。19世紀初頭のイギリスの科学者ドルトンが近代的な原子説を唱えた。彼は化学反応の前後の物質の質量の変化に着目し、物質には単一原子。 現在の原子と複合原子、現在の分子がある、との説を述べた。だが、当時の科学者の多くは物質に本当に、そのような構成単位があるのか大いに疑っていた。科学者の共同体では、原子が存在するとは信じませんという科学者の方が、むしろまともだと考えられていたという。19世紀後半、ルートビヒ・ボルツマンは、 機体を原子仮説で想定されている原子なるものの集合と考えれば、当時知られていた機体の特性の多くが説明できると考えた。原子なる仮説的存在が動き回っているとすると、温度や圧力の性質も説明しやすいし、蒸気機関において熱い機体がピストンを押すという仕事をすることも説明しやすかった。20世紀初頭にラザフォードとソディが発見したウランの 放射改変は原子の概念を大きく変えた。原子は普遍の粒子ではなくなったからである。これに先立つ陰極線の発見と合わせ近代的な原子モデルを確立したのがトムソンである。彼のブドウパンモデルはちょうどブドウパンのようにまさに帯電したパンの中にブドウのように子が埋まっているというものだった。一方、長岡半太郎はまさに過電した。 原子核の周りを電子が回っているとする惑星系に似た原子モデルを考案した。その後、ラザフォードは実験によって原子核の存在を確認し、ラザフォード産卵、惑星型の原子モデルを確立した。長岡やラザフォードのモデルの妥当性は実験的には確かであったが、一方で原子の安定性を理論的に説明することは困難であった。原子核の周りを回る電子は、 基地の電磁気学によれば、電磁波を放出して一瞬のうちに原子核に落ち込んでしまうからである。1913年、ニールス・ボーアは原子の安定性を説明するために量子上に基づく電子の円軌動モデル、ボーアの原子模型を考案した。ボーアのモデルは実験的に見積もられた原子半径と同程度の原子半径を与え、さらに水素原子のスペクトルを ほぼ説明できることを示せた。また、ゾンマーフェルトは、ボーアのモデルを大円軌道モデルに拡張し、より実験との整合性の高いモデルとした。量子条件は、当初は原子の安定性を説明するための方便に過ぎないと、みなされいたが、その後の量子力学の発展によって、それまでの物理的世界観を根本から変える自然の基本原理であることが分かった。現在では、 原子と電子の関係については、量子力学によって概ね解明されているが、原子核については今でもわからないことが多く、原子核物理学では理論的、実験的研究が盛んに行われている。また、量子力学の発展に伴い、当初の原子論が暗黙理に含んでいた素朴な図式、世界観、球状の何かの想定、ものが、 絶対的に実在しているという素朴な観念、つまり確率論的レベルを超えて実在しているという素朴な観念は根本的に崩壊した。物理学の理論全体としては原子論は当初唱えられていたものとは極めて異質なものになっている。原子は正の電荷を帯びた原子核と負の電荷を帯びた電子から構成されると考えられている。原子核はさらに 陽子と、電気的に中性な中性子から構成される。ただし、H と LI は中性子を含まない。陽子と中性子の個数の合計を質量数と呼ぶ。原子核の半径は、原子の半径の約10万分の1、1FM 程度と小さい。なお、一般的な原子の模式図は、原子核の大きさを原子に対して数分の1程度に描いてるが、これは、実体とは、 かけ離れたデフォルメである。原子は硬い球体というよりも、むしろ真空の中に存在する天井の原子核と、電子である。ただし、電子はしばしば描かれる、模式図のように特定の軌道を描いて、原子核の周りを回っているのではなく、原子核の周りに、確率的に分布しており、原子核を電子雲が包むイメージの方がより現実に、近い。 原子の大きさの直感的な定義は、電子雲の広がりであり、一般には球状とみなされているが、電子雲は文字通り雲状あるいは模や状のものであり、その境界面を定義することは難しい。特に化学結合をして分子を形成している場合等には、どこまでがある原子に属している電子雲かを定義するのは難しい。また、原子が電子を得るか失うかして、 イオンンとななっった場合には、ハラシのの広がりもも当然変化し、原子の大きさも異なってくる。このような事情のため、原子の大きさを定量的に示す原子半径にはいくつかの定義があり、場合によって使い分けられる。原子の質量を表すのには、統一原子質量単位 U がしばしば用いられる。これは、質量数12の炭素原子である C、炭素121個、ただし、 静止して、規定状態にあり自由な時の質量を 12U と定義したものであり、1U イコール1.660540に10、1 0ラムである。また、原子の相対的な質量比を表すものとして、原子量があり、これは戦術の C、炭素121個の質量を12と定めた場合の他の元素の質量比である。 ある原子の原子量の値はその原子1個の質量を U で表した時の値と全く同一であるが、原子量はあくまで比率を表す量であり、単位をつけない無次元数である。原子量と質量数はほぼ同程度の大きさとなるが、その定義上必ず整数値をとる質量数とは異なり、C 以外の原子の原子量は厳密には小数になる。これは、 原子核を構成する陽子と中性子の質量が微妙に異なり、かつそれら各種の結合エネルギーによる質量欠損が原子により異なるためである。それでも原子の相対質量はおよそ質量数に近い数値をとる。複数の同位体を含む元素では整数値からさらに離れた値をとる場合がある。これは多くの元素では質量数の異なる原子、 同位体が存在し、その存在比率もまちまちなためである。例えば C の原子量が厳密に12であるのに対し炭素の原子量は12.011であるが、これは炭素には C の他に少量の C、さらにごく少量の C が含まれているためである。原子量の概数は計算によって求めることができ、例えば塩素の原子量は35.453であるが、 この場合 CL の存在比が約 76%CL の存在比が24%となっているため350.76プラス370.24という計算によって外数35.48となり誤差は約0.1%が求まる原子とは内部に持つ陽子と中性子の各個数の違いで区別される個々の粒子を指す 例えば炭素原子は中性指数の異なる C、C、類が存在する。一方元素は中性指数に関わらず、ある特定の陽子数、原子番号を持つ原子のグループを指す。例えば、炭素は燃焼、酸素と結合して二酸化炭素を生成すると表現した場合の炭素や元は元素を意味する。周期表、元素周期表とは元素を 用紙の数と等しい原子番号の順に並べた表のこと。科学的、物理的に似た性質の原子、元素を見やすくするため、一定の数ごとに折り返してまとめてある。下表は代表的なもので、他にも、螺旋型や塩水型、ブロック型など、複数の形式が考案されている。表の最上段には1から18の数字が振られている。これを、元素の族と呼ぶ。 それぞれのマス目には原子番号と元素記号が記されている。実用性を高めるため原子量を元素記号のもとに記述することが一般的である。この場合、安定同位体を持たない元素については、基地の同位体の中で最も半減期の長いものや存在比の高いものの質量数を確保可記して記載する。また、色分けや記号などを用いて常温での層を表したり、 繊維元素、半金属元素、人工放射性元素を表現したりすることもある。現実の原子は原子の大きさに比べて原子核が極めて小さく、また電子は確率的に分布しているため、原子の構造を写実的に正確に描くことは困難であり、またそのような描写は原子の構造を理解する上で必ずしも有益ではない。そのため、 原子の構造を示す際は、人間の頭脳でも把握しやすいように、デフォルメ、再構成した模式図が通常は用いられる。右に示した図は、その一例である。この図では、酸素原子のうち最も存在量が多い、O を表している。最内角、計角に2個、その外側のから、L 角に6個の、計8個の電子、角内に8個の陽子と8個の中性子の存在を、 読み取ることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。